こんにちは、ガーベマユミと山陰柴犬サニーの玄関先で届いた宅配物開けるだけのシリーズでございます。はい、今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あれ、サニーちゃんどうしたの？何見てるのかな。はい、で開けます。大きいです。はい、これはごく一部の方はとても、楽しんでいただけて、いると思います。ワインのラベルでお国当てクイズでございます。はい。なんかたくさん入ってますので、今回も2日に分けて、2回に分けて、開催したいと思います。よろしくお願いいたします。はい。では、まず開けます。よし。すごい。開けました。すごいですね。何本？14本ですか。14本ということは、じゃあ7本ずつ行きましょうかね。それでは、この、どこの何を頼んだか全然覚えていないので、どの国が飛び出すかはわかりません。けど、とてつもない国は出ないと思います。前を不思議なのは、リトアニアとかでしたっけ？なんか、ほとんど、いつもだいたいフランス、イタリア、スペイン、それから、チリ。で、時々、南アフリカとか、ありますね。あと、オーストラリアとか、たまにアメリカとかもございますが、さて、今日はどうでしょうか？はい、それでは、サニーちゃんいきます。ワインのラベルでお国当てクイズでーす。はい。では、いきます。初めての方は誰かもしれないので、私こうやってこうワインのラベル見ていただきます。そしてご覧いただいて、フランスとか私も見て、せーので当てっこ。はい、よろしくお願いします。それでは行きます。まずこちらから白ワインですね。1、2、3。見当つかないですね。とりあえず行ってみようかな。せーの、ダメ元で。せーの、フランス。フランスでした。フランスでした。よかったです。はい。続きまして、いきます。また白ワインですね。1、2、3。ソアベって書いてましたよね。ソアベ。イタリアかフランスか。せーの、フランス。イタリアでした。ソアベはイタリア、イタリアですね。はい、間違いました。はい、続きまして、また、白ですね。ダイナミックな雰囲気がします。1、2、3。多分。せーの、イタリア。微妙にずれました。スペインでした。フランスがイタリア、イタリアがスペインでした。はい。間違えました。皆様いかがでしょうか。はい。続きまして、はい、またまた白です。これ白とか赤とかいろいろあるはずなんです。1、2、3。せーの、チリ。イタリアでした。いかがですか？私今日もう1本しか当たってないです。3本外れてます。じゃあ続きましていきます。はい、これも白ですね。1、2、3。絶対当たります。絶対。一瞬フランスかと思いましたけど、絶対当たります。せーの、スペイン。スペイン。これはちょっと私の、得ですね。ここにちっちゃい字でスペインって書いてあります。画像じゃわからないと思います。はい。ありがたいことでございます。はい。続きまして、1、2、3、4、5、6本目でございます。続き、ちょっとね、形が違うんですよ。びっくりしますよ。この形見たら。私も、こんな入ってましたっけと思いました。何でしょうか。
なんと紙パックのワインでございます。1、2、3、珍しいですね。1、2、3、オーガニックワインとは書いておりました。オーガニックって英語？英語だからって、ヨーロッパでないってことでもないでしょうけど、オーストラリア、いやいや、まあ、じゃあとりあえず適当に行きます。オーストラリア、ちゃんとこれ有機農産物加工種、有機のですよ。あら、あらら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 、スペインでした。なんかおしゃれですね。こんなのちょっとなんかこう、ピクニック、最近ピクニックって言いませんか、なんか行くときにこの紙だし瓶じゃないしお、ね、飲んだらもう捨てれますからね。あ、これいいな、これいいな、なんかこれ好きです。サミちゃん、これスペインだって、スペインだって。はい、ということで、私今スペイン外れましたね。オーストラリアとか適当な英語圏だからとか、オーストラリア英語ですよね。はい、では最後の1本です。はい、皆さんはいかがでしょうか。1、2、3、なんか最後にふさわしい派手ですね。いきます。1、2、3、イタリアかスペインかチリか迷います。まあ行きましょう。せーの、チリ。おお、あ、そうだ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 、わかりました。スペインのすぐそば、ポルトガルでした。確かポルトガルってこういう、なんて言うんですか、原色的な、なんかこうサイケデリックというか、なんかこうこういう派手なもの多いですよね。ポルトガルワインだそうです。へー、なるほど。あ、サニちゃんわかるかな。サニちゃん、これどこのかわかる？ポルトガル？スペイン？フランス？イタリア？ポルトガル？ポルトガル？参加してくれません。いつもでしたら自分が思ったら、例えばフランスとかイタリアって、イタリアとかちゃんとするんですが、私が今ずっと、構わずにこうね、お客様とこう対話をしておりましたら、今ちょっとそこまで私を無視するんですかみたいな感じになってますね。じゃあサミちゃん、なんかもう一個やってみる？これやってみる？さっきの面白い形のこれ覚えてる？どこか、私が忘れたな。例えばフランス、イタリア、スペイン、あ、もう参加しません。今日はイタリア、イタリアですか。残念、これ確かスペインですよ。ますます不機嫌になりました。はい、ということでございまして、前半いかがだったでしょうか。私は2本しか当たらなかったです。5本外れて2本です。はい、では続きはまた明日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとぐらい服変えるかもしれません。ありがとう。